はい、それでは FF5 の続きをやっていきたいと思います。前回は、ちょっと一時的にねガラフで行ったんですよね。はい。で、デスクローかな、確かデスクローをラーニングしていますと。うん。はい、それではですね、今回は X デスの魔の手から逃れるべくですね、ビッグブリッジですね、ビッグブリッジを攻略していきたいと思います。いやー、ちょっと昨日はだいぶ暖かくてですね、いつも通りの厚着で行ったらですね、めちゃくちゃ暑かったっていうね。でも今日は割とまた普段通りというか、そのぐらいの寒さに戻ってますね。はい。いやー、いいですね、この曲。はい、このビッグブリッジですけど、特定のマスを踏むとこんな感じで敵が出てきます。なので、なるべく戦闘は回避していきたいですね。はい、この、こいつらはですね、結構危険な相手なので、速攻でやります。マスタードボムっていう技を使ってくるんですよ。で、それを食らうとね、スリップしちゃうんで、で、威力自体も結構高いんで、それを連発されると普通に死にます。なので、プッチャリオットはもう速攻でやります。はい、では、この左を確か、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 かな。で、ここからはもう右をダッシュしちゃえば OK です。はい、でですね、この先でボス戦があるので、まあ、ダメージは食らってないからいくか。このままいっちゃいましょう。あ、いやいや。待った。装備を変えておきます。ちょっとね、相手の攻撃が結構痛いので防御力を高めておきましょう。はい、ではボス戦いきます。はい、この扉の裏でずっと待っていたぞ。来なかったらどうしようかと不安になってたところだ。あー、そっか、じゃあもうちょっと時間かけて来てやった方が良かったかな。はい、というわけでギルガメッシュとバトルです。このギルガメッシュなんですけど、確か4000ダメージを超えると、イベントが始まって、自分にね、ヘイストとかプロテスとかを使って強化した上で、新たにジャンプっていう技を使ってくるようになるんですよ。で、このジャンプがね、すげえ痛いです。で、まあ、プロテスとシェルはどうでもいいんですけど、ヘイストがやばくて、ヘイストかかっちゃうと倍速でジャンプ使ってくることになるんで、ちょっと結構厳しくなるんですね。なので少なくともヘイストができなくなるまで MP を削っておかないとちょっと辛いね。ちょっとやばいかな。うん。で、これ青魔導士のいつもの手ですね。ゴブリンパンチをレベル合わせてやるっていう手を使うとですね、ギルガメッシュもゴブリンパンチ使うんで、こっちが逆に速攻で沈められちゃうっていうね、そういうことになるんで、ゴブリンパンチはここでは使えないですね。はい。ね、こんな感じで。普通に使っても結構痛いんですよ、こいつのゴブリンパンチ。で、ジャンプがね、350とか60とか食らうんで、イベントが始まる前に、HP をどれだけ高く保ってられるかですね。まだ大丈夫かな。あ、ちょっと痛いかもしれない。ちょっとやばいですね。ちょっと次は吸血した方がいいかな。ちょっとね、ジャンプしだしたらね、あんまり闇雲に攻撃せずに相手が行動してから攻撃の方がいいかな。あ、
外しちゃったぜ。たまに外すんですよ。ちょっと危ないか。まだ4000までは行ってないよね。あ、でも自分でエアロラしてくれたからこれでも MP ほぼないんじゃないか。うん、まあいいでしょう。まあもうちょっとやっとく。あのプロテストしてるはどうでもいいんですけどね。あの極限まで削っときますか。よし、これで OK ですね。あとはどうしようかな。とっとと4000与えちゃう。この構えたち結構痛いんですよね。あの低レベルクリアだとこのギルガメッシュ戦って超鬼門なはずですよね。あの構えたちが確かもう全滅確定ですよね。これ確かクラッ発動するとね。で普通にゴブリンパンチも痛いしね。ちょっとここで一気にダメージを与えるか。ちょっと600だと怖いな。まだか。4000結構遠いね。4000。ちょっと700は怖いぞ。いや吸血だな。危ない、危なかった今。結構4000遠いですね。もうちょっと大胆に行った方がいい。あー次吸血かな。ちょっとよし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 。これ MP がなくなるとこういう無駄行動も取るようになるからね。あ来た来た、これですね。通称反省イベントって言われてます。でこうやって自分を強化してあげくってのは嘘だけどなって言って、このジャンプがねすっごい痛い。ほらこれめっちゃ痛いんですよ。電撃は大したことないけど吸血がここで外れたりすると結構泣くことになるかな。でもジャンプをどれだけギルガメッシュが使ってくるかにもよる。下手するとね3連続でジャンプとかしてきてね一気に殺されることがあります。あもうちょっと待ったらよかったかな。闇雲に行動しない方が良かったんですよ。ちょっとやっちまった。これは危ないぞ。これ結構ね素早いよねギルガメッシュ。やっぱりちょっとここは落ち着いて次の相手の行動から行きましょうか。あのやっぱ裏を取っていった方がいいですね。あの下手するとジャンプジャンプで殺されますからね。何回かねリハーサルやっててもね、あの闇雲に攻撃することによって死ぬっていうパターンが非常に多くて、このねジャンプなんですけど、これね回避不能の、まあ、物理扱いの魔法になってるみたいで、魔法扱いなんだけど一応物理と同じダメージ計算がされてるっていう、まあ言ったらあのゴブリンパンチとかとまあ似たような感じのもんかな。で回避できないんですよ。だからこれなのでね、このジャンプがあるからさっきあの炎の指輪に変えたんですよね。あの痛すぎてこれね、エルフのマントをつけてても意味がないからね。それでもこんだけ食らうからな。
よしよし、今回は危なげなく勝ったかな。はい、ではもうね、こっからは敵は出ません。あ、出ませんっていうか、本当は闇雲に進むと出るんですけどね。左を1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 かな。で、次右に行って、1,2,3,4,5。で、真ん中をまっすぐ行く。はい。ちょっと孫との感動の再会なんですけど、何か物音がしてますね。なんかエクスデス城がバリアに包まれ出したみたいで。悲しいかな、これに巻き込まれてしまって吹っ飛ばされちゃいます。ちょっと今回うまくいったな。時間がちょっと余裕がありますね。どうしようかな、買い物して終わっとくか。はい、というわけでちょっとクルルと離れ離れになっちゃいましたけど、これでまたね、飛ばされた場所がちょっと厄介らしいんですよね。うん。ちょっと思いのほか時間が余りましたね。ここは、グロシアの大陸。凶暴な生物が住む辺境の地じゃ。厄介なところに飛ばされたな。うん。ガラフ、すまない。俺たちのために来ないでいいと言ったのに、まったく世話の焼ける奴らじゃ。はい、まあでもね、ガラフはね、まあこっそりね、こう喜びをかみしめてますよ。そりゃ来てくれたら嬉しいでしょうよ。はい、じゃあちょっと買い物して終わっとこうかな。街がちょっと待って、どこにあるかがね、ここで終わるつもりだったからね、結構遠い、ひょっとして街。街遠いかな、これ。なんかすげえ遠そうに見える。いっか、13分なんですけどね。まあ、いっか、ちょっと、今回は短いですけど、ここまでにしておきましょう。